こんにちは。毎日本当に暑いです。この暑さはいつまでなるかのは本当に楽しみです。もう笑うちゃうくらい暑いですが、この暑さの中でうちの生徒さんなんかもう本当に皆様おっしゃるのは、ご自分もそうですが、家族の方たちが結構咳がすぐ出てきてしまいますので、どうすればいいですかってという質問がすごく多いです。ここでよく私が子供の頃、おばあちゃんがよく教えてくれたことをここで皆様に教えます。一つは、もし咳が出てきましたら、食べて欲しくない食材がありますが、というのはその食材は全部体が温める効能が強いので、食べないか、あるいはなるべくちょっと控えめにするか、そういうふうにしていただきたいですが、その食材というのは、生姜はすごくいいものなんですが、ただし今の時期はどうしてもやっぱりちょっと強すぎるんですから、いっぱい食べると、どうしても熱くなってしまう。熱くなると今度が咳とか痰とかできやすくなります。あとはそうですね、皮膚が痒くなったりとか、子どもさんが逆には汗もができやすくなりますので、ぜひぜひちょっと避けていただくか、あるいはちょっと控えめにしていただくこと。あとは特に私みたいな普段でも暑がり屋さんの方たちは、まあ、なるべく夕飯の時はせめてちょっと避けていただきたいですが、こういう食材はどうしてもやっぱりすぐ熱くなって咳ができやすい。あとは同じ系のものなんですが、例えば唐辛子をいっぱい使おう、例えば麻婆豆腐とかそういうものも、なるべく咳が出た時はなるべくちょっと避けていただきたい。同じように、その食べた後熱くなる、例えばこのような家でよく使う、胡椒とか山椒とか、それから中国料理よく使う花椒もそうですが、どうしても熱くなる。もう一つ熱くなりやすいのはネギも熱くなります。まあもちろん比べると多分こっちの方がやや強いので避けていただきたい。ネギはまあたまにはいいんですけど、あんまり毎日、特に夕飯の時がちょっと少々避けた方がいいかもしれないですよね。こういうものはどうしてもやっぱり咳がなりやすいですから、あと咳なりやすいのは夕飯の時があんまり本当にとってほしくないのはカレーとか、それから揚げ物とか、そういうものがやっぱりどうしても暑くなりますので、食べた後、あとは咳ができやすい。じゃあこれは咳がなりやすいものなんです。じゃあその代わりに取っていただきたい食材、このようなものなんですが、瓜系、あとは瓜系ではないですけど、ナスビとか、それから菊の花とか、そういうものが全部体の熱をいわゆる避けてくれるその効能がありますので、ぜひ大量を摂っていただきたいですが、もちろん果物の中のスイカとか、それから、梨も非常にいいので、ぜひ摂っていただきたいですが、こういうものを食べて体の熱をちょっと下げて、そうすると咳になる原因を取ってくれるので、ぜひぜひ頑張って食べていただきたい。こういうもの私も大好きですが、咳が出た時なるべくちょっと下げていただきたいですが、あるいは、ちょっと我慢すること、これの他には、あとは先ほど申し上げたように、カレーもそうですが、麻婆豆腐もそうですが、それから私も大好きですが、ナッツ類も食べるとどうしても暑くなって、この辺が痒くなりやすくなりますので、ぜひちょっと頑張って避けていただいて、水分をいっぱいとって、このようなものもいっぱい召し上がって、なるべくバランスをとりましょう。あともう一つ非常にいいものというのは、日本のお抹茶。これも体の熱を冷ましてくれるので、ぜひお抹茶を立てて飲んでみてください。まあ他のところいろんな料理にかけたり、デザートの中に入れても構いませんが、ぜひ取ってみてください。